ウォームアップ中ですが、得点ランキングトップの選手に注目が集まりますね。こんにちは。ハロウィンの今日は実況を西岡明彦、解説は福西崇史さんで試合の模様をお届けします。本日の試合は UD ラスパルマス対 FC バルセロナのカードです。ゲームに入るバルセロナですが、現在リーグでの最多得点を記録しているチームです。攻撃陣は自信を持ってプレーしていますね。今日も面白い試合を期待できそうです。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。攻撃的な 4-5-1 で戦うようです。カウンターに備えやすいシステムです。こちらがバルセロナの先発メンバーです。ボールが動いてキックオフ、試合開始です。パスをサイドに送ります。いい形でゴール前まで持ってきました。フィデル、ジョシュ・オノマ、いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。ボールを回して味方の上がりを待ちます。ショートパスをつなぎます。どこから攻めるでしょうか。ここで大きく前に出します。素晴らしいボールです。ドットスーパスだ。ナイスタックル。ファールをせずよく止めました。このカットは大きい。しっかりと奪いました。このパスはカットされました。メッシ、バルセロナが入ってきました。いい形です。うまく読んだインターセプト。少し早計でした。走り込んだ味方にスルーパス、スルーパスが出ます。狙った。キーパー止める。間一髪のところで素晴らしいセーブを見せてくれましたね。チームにとっても頼もしいでしょう。ショートコーナーです。ダニ・カステジャーノ、判定はコーナーです。ゴール前に入れた。止めた。キーパー止めました。近距離からのシュートでしたが
素晴らしい反応を見せましたね。相手に勝ち越し点を挙げられてもおかしくない場面でしたが、キーパーが見事なセーブを見せました。メッシ、クリスティアン・リベラ、絶妙なパス。いやー、ギリギリでしたね。よく受け手の動きを見てパスを出しましたが、ちょっとタイミングが遅かったかもしれません。さあ、メッシです。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。フィデリ、危険な位置です。緊張感が増してきます。スペースに出しましたが、これは精度を欠いたか。素晴らしいセーブでゴールを死守。ここはコーナーキックです。勝ち越し点が欲しいでしょう。ボールはエリアへ、フィデル、このシュートは大きく外れました。角度が全くなかったですから、無理に打たない方が良かったかもしれません。これは相手にパスしてしまいました。シュートを狙う、ゴールキーパーが楽にセーブしました。メッシ、オフサイドの判定です。デイビド、クリスティアン・リベラ、リオネル・メッシに止められます。チャンスだ。このパスはまっすぐ相手に渡ります。メッシ、さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。チャンスを伺っています。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。さあカウンターで一気に行きたい。ジョシュ・オノマ、クリスティアン・リベラ、スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。同点で終了した前半ですが、どうご覧になりましたか、福西さん。そうですね、一方的に押していましたが決めきれませんでした。流れはいいのでこのまま行けばいいんじゃないですか。ボールが動いてキックオフ、試合開始です。走り込んだ味方にスルーパスが出ます。狙った、キーパー止める。間一髪のところで素晴らしいセーブを見せてくれましたね。チームにとっても頼もしい。危険な位置です。緊張感が増し、スペースに出しましたが、これは精度を欠いたか。素晴らしいセーブでゴールを死守。ボールはエリアへ、フィデル、このシュートは大きく外れました。角度が全くなかったですから、無理に打たない方が良かったかもしれません。
バルセロナのキックオフで後半開始です。ボールはサイドの選手へ、メッシへ。いいパスが通りました。 FC バルセロナ決める。勝ち越し来るか。弾きま、ここは大きくクリア。チャンスでした。いい形でゴール前まで持ってきました。メッシ、さあメッシです。ここはよくスペースが見えていました。シュートを狙う。フィデル、クリスティアン・リベラ、さあメッシです。見事なスルーパス。入るか。ポストに当たったか。ひとまず前に出しました。いいカットです。ボールを奪いました。枠に嫌われましたね。試合の均衡を破るゴールにはなりませんでした。ラウル・フェルナンデス、メッシ。 FC バルセロナチャンスを作りました。深くえぐって折り返す形のクロス、バーに当たってゴール。ゴールの瞬間スタジアムが揺れましたね。入ってラッキーでしたね。運も味方しているようです。こちらのカメラからの映像です。さあキックオフ。試合はバルセロナがリードしています。ハビ・カステジャーノ、フィデル、クリスティアン・リベラ、これはチャンスだ。キーパー止めましたがまだインプレー。ナイスディフェンスです。ジョシュ・オノマー。試合終盤になってサポーターの応援がさらに熱を帯びてきました。点差はわずかに1点。この応援があれば追いつけるかもしれません。パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。キーパーがうまく、あっとオフサイドの旗が上がっています。どうやら選手交代でチームの活性化を図ります。さあどう来るのか。シュートは入るか。コーナーキックになりましたね。短くパス。打ってきた。やりました。クリアすべきでしょう。これは見事なインターセプト。
苦しい試合になっていますが、ホームのサポーターは諦めていませんね。まだ1点差ですからね。選手たちも力が出ると思いますよ。前線の選手の投入です。何が何でもという姿勢が出てますね。このパスはダメでした。通りません。ボールを運びゴールに襲いかかります。バルセロナのスローインです。さあメッシです。ディフェンスがすっと出てきてパスをカット。絶妙なパス。このスルーパスは長すぎたか。1対1となりましたが、キーパーが冷静に対応します。今のは阻止されて当然の攻撃でしたね。もったいない。もうチャンスは来ないかもしれませんよ。試合時間も残りわずか。ショートパスを回してリードを守る作戦のようです。中盤でボールをカットしました。素晴らしいスルーパス。この攻撃は実を結びませんでしたね。リオネル・メッシ。メッシ、パスが通ります。基本の動きではあるのですが、しっかり組織されていることが伺えます。とどめの一撃か。キーパーの勇敢な飛び出しでした。しっかりボールを抑えています。ここで試合終了のホイッスル。バルセロナの勝利です。接戦の末、チームはこの試合を制しています。最後まで緊迫した好ゲームとなりましたね。はい、チャンスで決めるかどうかで明暗が分かれた試合でした。